どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら、ハイチュウ宇宙で遊ぼうペーパークラフトを紹介します。はい、こちらはですね、コンビニで売ってるのを見かけて思わず購入したんですけれども、なんと、ハイチュウがね、一つついていて、しかもこのペーパークラフトで、これはハヤブサが作れるということでね、他にもいろいろ番号で、このハヤブサ2、そして導き、そして H2B ロケット、そしてイプシロンロケット。もうこれね、ちゃんとここでね、何が入ってるかわかるので選べるんですが、なんでこれ300円で売ってたので買ってみました。はい、じゃあ早速開けてみたいと思います。おぉ、あ、結構しっかりと本格的ですね、これ。なんかハヤブサのデータっぽいのも書いてある。お、そしてハイチュウコーラ味。こちらが1個入っておりました。厚紙っていうぐらいの厚さですかね。そんなに厚すぎるわけでもなく、ペラペラのわけでもなく。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。おー、基本はこれ手で切り取れるんだ。いい感じ。すごい、今このね、前のパーツを前の黄色い丸のところを作っております。すごいパーツ。おお、濃くなってきた。いい感じ。あ、まだね、おじさん置いてできました。いや、ちょっとね、この棒のね、ところがかなり細かく折らないといけなくて、ちょっと私ね、ペーパークラフト初心者なので、正直難しかったですね、これは。でもすごいですね、おまけで、はやぶさ2が作れちゃう。説明書にどれが何っていうの書いてありますね。太陽電池パネルだったり。KA 対抗離得アンテナ。これ丸いのがアンテナなんです。あ、これ右左で違うんだ。X 対抗離得アンテナ。はい、ということでですね、いやもうかなり、作りごたえもあり、クオリティの高いペーパークラフトのおまけがついてきますので、もちろんね、ハイチュウも入ってますから、ぜひぜひ気になった方、宇宙好きな方は、ラインナップも4種類あるので、チェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、ハイチュウの宇宙で遊ぼうペーパークラフトでした。ありがとうございます。うん。